11、10、5ゲーム M、N、K ゲームとは3目並べや5目並べのようなゲームを一般化したもので2人のプレイヤーが M、N マスの盤面上に自分の石を交互に置き先に自分の石を立て横、斜めのいずれかに稽古並べたプレイヤーが勝利となるゲームの総称である3目並べは3、3、3ゲーム15ロ版を使用した五目並べは15 15、5ゲームとなる。並べる、石の数のみに着目して、広め並べとも呼ばれる。M、N、K ゲームという呼称は、ゲーム理論など、主に数学的な対象において用いられる。組み合わせゲーム理論からの標準的な戦略拝借論証により、M、N、K ゲームには、後手が勝つことを保証する戦略が存在しないことが、示されている。これは、 どちらかのプレイヤーに与えられた任意の位置の余分な意思が、そのプレイヤーのチャンスを改善することができるためである。戦略敗弱論章は、後手の必勝戦略があると仮定することで、後手に必勝戦略がないことを配備法的に証明するものである。先手は最初に任意の手を指す。その後、先手は後手の振りをして、後手必勝戦略を取る。 その戦略に基づいて、石を置くマスにすでに石が置かれていない限り、先手は後手必勝戦略を取ることができる。もしそのマスにすでに石が置かれていた場合でも、先手は再び任意の手を指した後に、同様に後手の振りをして後手必勝戦略を続けることができる。すなわち、後手がどこに石を置いても、先手を邪魔することはできないので、これは先手の必勝戦略となる。 この矛盾は、後手必勝の戦略があるという元々の過程が間違っていることを意味しており、よって後手の必勝戦略は存在しない。この論証は、後手に必勝戦略がないことを証明しているだけで、先手必勝であることは証明していない。よって引き分けになることもあり得る。また、実際の先手必勝戦略が何であるかまでは示していない。便利な概念として、 弱いがあり、これは、後手の勝利で、ゲームが終わらないものを指す。弱いが引き分けであれば、M や N を減らしたり、K を増やしたりしても引き分けになる。対照的に、弱い、または普通ので、先手が勝った場合は、より大きな弱いでも先手が勝つ。以下の記述は、先手、後手とも、各局面で、最前手を指すと仮定して、先手について記述している。 二次元の盤面の代わりに多次元の盤面による編集を考えることができる。例えば N 次元空間における各辺を稽古のマス目に区切った超立方体におけるキロ目並べを考える。ヘイルズとジュエットは K が奇数かつの場合、または K が偶数かつの場合、引き分けになることを証明した。彼らはマスの数が 変の数の2倍以上の場合も引き分けになる、推測しているが、これは、以下の場合かつ、以下の場合にのみ発生する。ABJWHM、ユーイターウィック &HJ ヴンデアヘリック、ザードバンテージオブザイニシアティブ、インフォメーションサイエンシズ12243から58 AB、AB アープヴンデンヘリック、ヨス WHM ユーイターウィック、w H M U ジャック・バン・リッチ・スウィック、ゲームズ・ソルベド、Now and in the future. アーティフィシャル・インテリジェンス、AB ・イジマ、ジェンダラゼーションス・オブ・ティック,タク・タックと、HSU ・ E15、チュリング・シェイ、チュスム・アイ・チェン、ソルビング7・7・5、ゲーム &8 ・8・5ゲーム。 アイクがジャーナル40 https、https コロンスラッシュスラッシュコンテント i o s p r e s s c o m スラッシュアーティクルズスラッシュ i c g a j o u r n a l スラッシュ icg1800612019 年11月6日閲覧。エルウィニアール・バーレ・キャンプ、ジョン・ホートン・コンウェイ、リチャード・ケイガイ、ウィニング・ウェイズ・フォー・ユア・マスマティカル・プレーズ、ボリューム3。 a k ピーターズ、ありがとうございます。